TPO をわきまえる、はい、TPO を崩すっていう。いや川上さん、首相の前で T シャツで出た人多分初めてだと思うけど、ユニフォームがかっこいいチームが強い、うん、漁師と漁師もやってますよね。漁師その服を着ている自分ってどういうことなのっていう、似合うとかかっこいいとか、うん、なんとか数値化しよう、ゴーニーラがゴーに従いっていうか、うん、これね、おいた、おいた、どうも、こんにちは、こんにちは、やってまいりました。お待たせします、ありがとうございます、はい、今日はすいません、ニアラボ、お忙しいところありがとうございます。ニアラボトークでは様々なゲストをお招きしてニアウをテーマにお話ししてもらいます。お相手は ZOZO のファッションチアリーダー武藤が務めさせていただきます。今回のゲストは LINE ヤフー株式会社代表取締役会長であり漁師でもある川辺健太郎さんです。これで普段仕事されてる、そうですね、あ、はい、まあ、スーツの時かこういうラフな時か、はい、ラフな時はこういう感じなんですか、ね、こういう感じです。これ ZOZO で買ったやつですからね、あ、ありがとうございます。堂本さんのコラボ T シャツですから、これ全部 ZOZO で扱っている、そうです、 ZOZO で扱っているの商品を厳選して、まあ、約700点ぐらいですかね、ここで700点だとね、でも本当にごく一部ですよね。そうなんですよ、今日はプロのスタイリストの方に選んでいただいて、うんうん、プラスアルファちょっとアンケートで答えていただいた内容をもとに、うんうん、ZOZO の AI を駆使して AI を駆使してもう人と AI と両方それでバッチリ川辺さんに変わっていただこうかなと思います。 AI を楽しみですね、楽しみにしてます。こういうんですか、いいんですかそうですね、まあ、せっかく AI だったので、ね、メタ着ないようなこういうのとかね。普段はどうやって選ぶんですか。普段はまあ ZOZO のレコメンドされるままか、はい、あとはね妻が プレゼントで服をもらう、妻からもらうことが多いですけど、このパーカーもそうだし、この靴も、はい、あまりにもちょっと意外でした、だからダサいんで、いやいや奥さんがくれるんだ、堺の靴っていうのは意外で、はい、全部もらえ、すごい似合ってます、もらい物です。すごいね ZOZO は、しかしいろんな、しかも入れ替わるからねファッションだから。そうなんです、それがすごいですよ。ここもそのシーズンとかトレンドに合わせて入れ替えてるんで、うんうん、川辺さん似合いそうなのありますかね。いや自分の似合うが分かってないですからね。これライダースとか、あ、ライダースいいですね、似合いそうですね。転んだ時に良さそうですよね怪我しなさそう、よく転びますもんね、よく転びますよ、転びますもんね、いろいろ作業してるんで、まあ、ちょっと多分その辺も AI が転んだ時にも考えて怪我しないようにコーディネートしてくれると思うんですよ。僕ちょっと普段と格好違うかなと思われた、うんね、G ジャンとか絶対着なさそうですよね。そうなんです、これちょっと先週ですね、うん、選んでいただいてニアウラボで診断していただいて、僕の悩みを解決してこの格好になった。悩みは何だったんですか。悩みはですね、いい人に見えないんで人から見ていい人に見えるようなテーマで、あの AI とスタイリストの方に選んでいただいて。なるほど、どうですか、まあ、うさんくさい人に見えますよねいつもはねうん、で今日うさんくささ感が抜けてました、抜けてました、ね、かった確かに大成功です。このあと実際に似合うラボを体験していただくんですけども、うん、ちょっと自分も川辺さんにこれ似合うんちゃうんかっていうのを選んできたんで、まあ、ありがとうございます。ちょっと、まあ、ちょっとカーディガンとこの小物も含めて選んできたんで、うん、クロームハーツはないですね、クロームハーツないこれがないですね。でもまあ ZOZO で買えるんで、はい、まあ、その2パターン含めこの3パターンで、はい、ちょっと川辺さんっぽいなと思って、ね、これちょっとね、これ社員証とか入れて首から下げて首からっていうか、まあショルダーにもできるんですけど、首から下げていただいて、はいはいはい、これで結構車内歩いていただいて、ね、ホワイトジーンズなんて自分からは絶対買わないんだよね。あ、そうなんですか、うん、こういうの提案もらうにはいいですよね。僕のそのファッション選ぶテーマが一つなんですけど、はい、僕にとって結構洋服選ぶのって結構自然なことで、うん、ご飯食べるみたいなもんなんで、うん、ご飯食べるとのようにこれを着ると多分免疫力が上がると思うんですよ。なるほど、免疫が上がるために僕はファッションにこだわってるというか、今の時代にあったんですね。まあ、TPO も含めて、うん、多分これ着ると体温が1度ぐらい上がってコロナに負けない体になると思うんで、ぜひトライしてみてください、はい。
ファッションにおける気をつけていることをちょっとお伺いできればなと思うんですけど、いかがですかね。やっぱり TPO をわきまえるっていうことと、はい、若干 TPO を崩すっていう、あえてこの2つですよね。今日は TPO はこれはまあ普段通りっていうか、ズーム用ですね。ズームに合わせた、はい、ズームはほぼここぐらい、バストアップぐらいですか、はい。TPO でいうと、今政府がやっている、はい、新しい資本主義実現会議っていうのの委員をやってるから、2週間に1遍ぐらいその総理との会議っていうのがあるんですね。で基本的にはその首相官邸に行って会議をすると、はい、でその時はやっぱり TPO でこの格好でちゃまずいですよね。まずいです。だからスーツを着て、はい、たまたまお休みで家族と沖縄に行ったら、そこでズームで出なきゃいけないと思って水着しか持ってなかったんですよ。だから急遽そのホテルのロビーに行って、なんかすごいシンプルな白い普通のなんかロンティーみたいのを買って、それで出たんですね。僕はもうそれしか選択肢がなかったから、ちょっと TPO を崩しちゃったんですけど、そしたら後になって他の委員の人に、いや川上さん、首相の前で T シャツで出た人、多分初めてだと思うけど、まああれはあれでいいよねってこう言われて、はい、首相との会議ってオンラインも珍しいし、オンラインでこっち側が出るのも珍しい、向こうはリアルで出てますからね、はい、しそんな T シャツで出るっていうのはほぼないわけですけど、うん、でも一方でなんかそのオンラインかつ T シャツで雰囲気変わってよかったっていうふうに言われたんで、やっぱり時代に合わせて少しずつ変えていかなきゃなっていうのはちょっと思いながらやってるっていう感じです。ズームがなかったらそんなことは絶対できない、トライもしなかっただろうし、そう偶然もなかったです、ね、そう TPO をわきまえるってことと、一方で TPO を崩して時代の変化っていうのを体現するっていうのと、まあ、両方気にしながらやっていきたいな。普段はね、千葉の、そうそう、私漁師と漁師もやってますね。漁師も TPO があるんですね、はい、あります。漁師の時は どんな感じですか。だからやっぱりその世界に合わせるってことですよね。その世界の中でその異質すぎる自己アピールしても何にも意味ないんで、基本的には同じ土俵の上に乗っかってますよ、うん、政府の委員だったらスーツっていう乗っかってる感が大事なんで、そうしないと対話にならないですから、うん、そうすると海の漁師で言うとやっぱり基本的にはワークマンですよね。そうですね、やっぱ合にいれば合に従いっていうか、会う相手、その場所への気遣いというか、そうです、配慮というか、配慮。一つ聞きたかったんですけど、はい、なんかヤフーさんと LINE さんが統合する時の記者会見でなんかファッションにちょっとこだわったというか、はい、はいはいはい、ヤフーのコーポレートカラーはサービスカラーは赤 で、 そうです、ね、で LINE は有名な緑ですよね、はい、お互いの色をお互いにエールの交換じゃないですけど、ユニフォーム交換、僕が緑色のネクタイして、はいはい、出澤さんが赤色のネクタイしますかとかで、はい、そういう話を僕からちょっと始めて、うん、でそれをして出たと、はい、やっぱりファッションというメッセージですよね、うん、我々が込めたメッセージはその両方の色が一つに、うん、しかもライバルと見られてたわけですから、その当時は一つになってやりますよと、はい、それがちょっとほんわかしたというか、うん、まあ、それぞれのねスタッフの方とか社員の方は見て、うん、団結したり意思をみんな感じてやるんだっていう意思を感じて、ファッションはメッセージの発露でもあるんで、はい、あれそれをその記者会見っていう晴れの場でね、はい、使ったのは良かったと思うし、うん、なぜ使おうと思ったかというと、その、2ヶ月前にZOZO の買収の記者会見を前澤さんと孫さんと3人でやってるんです。同時進行ですよね。そう、前澤さんがスタートトゥデイっていう T シャツを着て、はいはい、やっぱもう一回彼は彼なりのスタートトゥデイだったわけですよね。これ素敵なことだなと思って、それがちょっと頭の中あって、その2ヶ月後の LINE との系統の時もなんかその意思の発露をしたいなっていうのがありましたね。これからやっぱり副業をみんないっぱい持つ時代になってくるし、うん、はい、ソーシャルメディアとかが発達するとますます個性っていうか自分がメディアになる時代、これ両方来ると思うんですよね、うん、でその時に今日は例えば Z ホールディングスの経営者、うん、今日の夕方は漁師とか、うん、こう職業を副業なのか分かんないですけど、切り替える気持ちを切り替える必要がどん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 出てくる社会になってくると思うんですけど、その時に
めっちゃ切り替えやすいのがファッションなんですよ。スイッチとして。だから要するにコスプレですよね。バリッとスーツを着て、じゃあこれからなんか商談するぞっていうモードにはスーツを着るから入りやすいし、もう一回全身ワークマンに身を包んで、今日は漁協のおじさんと網の掃除をするぞみたいなのと、それを着るから気持ちの切り替えが早まる。そういう意味においてこうファッションをその制服っぽく TPO に応じて切り替えるっていうのは、いろんな仕事を進ませる意味でもいいかなって思いながら自分を使い分けてますけどね。個人がメディアの時代に同時並行的になっていってますから、じゃあその服を着ている自分ってどういうことなのっていう世の中に対するそのメッセージにもなると。まあ、それは僕は武藤さんを見て思いましたけどね。初めて武藤さん見た時強烈だけど、 ZOZO の偉い人ってやっぱりこうじゃなきゃダメだなって。本当ですか。うん、すごい思いましたん で、 でそれはもうメッセージですよ、ね、あまり褒めてもらったことないんで。会議終わった後も今ヤフーの社長やってる小沢さんとすっげえ変なやつ現れたなって話してましたけど大丈夫だったんですだけど、でもやっぱ ZOZO の偉い人はああじゃなきゃないと。よかったです。だからそれぐらいやっぱり仕事とファッションと自分を体現するメッセージとすごくこう絡んでんじゃないでしょうかね。そうです。持論というか、なんかやっぱユニフォームがかっこいいチームが強いというか、うん、優勝というかするなっていうのがあって、やっぱ着てる方もやっぱかっこいいとね、モチベーションも上がるし、で応援もされるしっていうのは、やっぱそのかっこいいとか可愛いっていうのはすごくこれから結構重要なんじゃないかなと思ってます。そこもやっぱ相乗効果ですよね、うん、かっこよくて強くなる、強いとさらにかっこよく見える。そうですね。なんか僕あのジャパンの帽子もらったんですよ、観戦しに行った時に、はい、優勝し終わった後なんかあれしてるだけで全く野球なんて僕できもしないし関係ないのにちょっと強くなったよ。なんかちょっとそのなんか強くなったよ。そうですよね、うん、気になるんで、やっぱすごいですよね、そのユニフォームの。似合うとかかっこいいとか、うん、可愛いっていうのをここはちょっと研究して、なんとか数値化しようっていうのがこの施設なので、うん、自分らしく表現できる似合うっていうのをやるっていうのは、しかも似合うも、うん、自分が似合うと思ってるのと、うん、他者が見た時に似合うっていうのは多分違ったりするじゃないですか。そうですね。このあたりは本当に分かんない、変数が多すぎて分かんないんで、うん、こういうまさにラボ化する意義はすごいあるかなと。そうですね、うん、ちょっとそこは挑戦していきたいテーマですね、ZOZO、うん、として、うん、だし解明されたらね、ね、多くの人が似合う時代に。いや、すごい楽しかったですよ今日体験して。なんか初めて分かったんですけど、自分を知るってことですよね。自分が知って気分が上がればもっと ZOZO をいっぱい買っちゃうなっていう。なかなか自分に似合うものってなんだろうってここまで突き詰めて考えたことがなかったんで、めっちゃ気分が上がりました。ありがとうございました。すっごい楽しかったです。